秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。信心より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては世にあるすべての誠意は成り立たん。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。